はい、皆さんこんにちは、ゆずパパです。ということで、今回はですね、18日に急逝した三浦春馬さんと、今年3月の舞台でね、共演した子役、井伊匠くん8歳が、三浦春馬さんへのね、思いをしたためた手紙がね、ほんと泣けて涙がね溢れて止まらないというお話をねしていこうかなと思っています。一応ね、まだこの手紙の内容をね知らない方もいると思いますんでね、朗読させてもらおうかなと思っているんですが、もうね、井伊匠くんのねツイッターとかをね見てご存知の方はね再度内容をね、ご確認していただいて、その後のね、私のお話をね、聞いていただけたらなと思っておりますので、ぜひ、最後までね、ご覧になっていただきたいなと思っております。まず、井伊匠くんがね、三浦春馬さんへ出会ったのは、今年3月に東京で公演された三浦春馬さん主演のね、舞台、ホイッスルダウンダウィンド、で、共演。で、今年、7月25日に、井伊匠くんがね、更新した、ツイッターに、三浦春馬さんへ、伝えたかった、僕の気持ちと騎士、手書きのね、手紙の写真をね、載せた、投稿をね、されています。その手紙の内容がね、また泣けてくるんですよね。そして、勇気をもらえる、そんな素敵なお手紙です。ということで、伝えたかった僕の気持ちと綴り、雲の上に旅立った三浦春馬さんに向けた手紙のメッセージをね、朗読させてもらいます。僕は春馬さんのことがずっと、ずっと大好きです。いつも、大匠おはようと、声をね、かけてくれた、春馬さんの優しい笑顔が忘れられません。たまに、面白いことをして、笑ってくれたこと、たくさんの思い出があります。僕は、舞台稽古の時、ちょっとだけ自信がないことがありました。でも、春馬さんは、そんな僕のことを気にかけてくれて、誰もいないところで、よく褒めてくれました。そして、演技のアドバイスもしてくれました。だから僕は自信を持って演技をすることができるようになりました。春馬さんがまた一緒にやろうねと僕に言ってくれたあの日、あの最後の言葉を思い出すと今も涙が止まりません。僕はまだ元気にはなれないけど、いつかきっと春馬さんのようにたくさんの人に愛される素敵な俳優になりたいです。春馬さんのことを絶対に忘れません。いい匠。手紙のね、右下の書かれているのは、いい匠くんによる自画像と三浦春馬さんの似顔絵です。キリッとした表情の、三浦春馬さんの隣はね、ハートマークが書かれています。で、三浦春馬さんも子役出身であり、若い頃から芸能界でね活躍してきて、これまで役者としていろいろなね壁にぶつかり、時にはね誰かの助けを得ながら乗り越えてきた、そんな彼だからこそ小さい体で頑張る井伊匠くんをね、応援していたんでしょうね。そしてこの手紙を見て多くの人が心を打たれ、匠くんも春馬くんみたいな素敵な俳優になれるよとか、きっと春馬くんに届いてるはずといったね、コメントが寄せられ、私もね、そのコメントを見て、ほっこりさせていただきました。昨日の動画でね、言いましたが、いろんなところで、誹謗中傷コメントをね、するぐらいなら、先ほど述べた、誰もがね、見て、気持ちの良いコメントをね、してほしいもんです。で、最後の、忘れませんの文字、
しっかりと強く書かれているのを見ると、たくみくん、熱いものが込み上がってきて、泣きながら最後を締めたんやないかなと思ったりもいたします。そして、コメントの中には、はるまくん、こんな小さい子、悲しませたらダメじゃないという内容のね、コメントもありました。これをね、書いた人は悪気なかったと思うんですが、三浦春馬さんにしてみれば、余計悲しむ内容だと私は思いました。できれば、春馬くん、こんな小さい子にまで愛されてよかったねと、もう少しね、言葉を慎重に選んで書き込んで欲しかったなと思いました。それから、私はね、筋肉を失っていく難病にね、侵されていて、今はね、奇跡的に克服レベルまで回復しています。まあ、今もね、筋トレに励んだりするんですが、筋肉がね、作られにくく、後遺症もね、あります。その後遺症で一番ダメージを受けているのが、口の中なんです。その口の中の部分がたるんで、歯並びも悪くなったり、上顎のたるみ、ベロの違和感で、今現在も喋りにくくなっています。私もね、リハビリにもなるし、YouTube で喋ったりしておりますが、心ない人がね、コメントで、この件について馬鹿にしたり、不快だとか、気持ち悪いだとか、もう二度と見ませんだとかでね、書いたりする人がいます。二度とね、見ないのは別に構わないんですが、わざわざね、そんなこと書き込む必要がないと思うんですよね。まあいちいちね、構うのも疲れるので、ブロックしてね、コメントの削除をしておりますが、私はね、滑舌も悪いし、喋りもね、下手くそで、その他にも欠点はありますけども、このレベルなんだと思って聞いていただけたら助かります。それから、初収益がね、入ったら、チャンネル登録をね、してくださってる方に、プレゼント企画をね、させてもらおうかなと思っています。まあ、インスタグラムで、一度ね、プレゼント企画させてもらった時に使った抽選箱がね、まだありますので、それでね、ライブ配信なんかしてね、抽選したいなと思っています。で、前にも言いましたけども、来年の春、オフ会も予定しております。こちらでね、飲食物をご用意させてもらって、無料でね、参加していただける企画です。よかったらね、うちの愛犬、ゆずに会いに来てやってください。ということで、三浦春馬さんへ向けた、いいたくみくんのね、お手紙をね、ご紹介させていただきました。で、この動画が良いと思っていただけた方はね、チャンネル登録と高評価をね、ポチッとよろしくお願いいたします。で、こんな動画、くだらんわーと思った方は、遠慮なくね、低評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではね、今回はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。ゆずとパパは仲良しや。いつもいつも一緒やで。あらんらららんらららん。あらんらららららん。あらんらららららんらららん。